大量のフロッピーディスクと、およそ30年前に購入したという PC8801MK2。 なんと今もこの機械で楽曲を生み出している。当時好きだったゲームの後ろで流れてたらいいなみたいな、そんなような妄想しながら作ったこの唯一無二のサウンドを作り出す電脳ヒューマン、ゲーム音楽作曲家小城雄三。音の響きの綺麗さですかね。だから例えば6音なり10音なりっていう制限がある中で、どういう重ね方をしたら一番綺麗に聞こえるか。その代表作が90年代にヒットした大人気ゲーム、アクトレイザー。たった8音という限られた音数にもかかわらず、まるでオーケストラがいるようだと、その音の美しさをゲーム評論家から絶賛され、あのファイナルファンタジーシリーズの作曲を担当する作曲家植松伸夫氏は、アクトレイザーの楽曲は業界内で一つの事件だったと評した。当時出始めの編音源は6つしか音が出なかったんですよ。だから6音しか出ないの中で、どうやって例えばバンドサウンドなりオーケストラサウンドなりを成立させるかっていうのは、すごくアレンジの技術、センスがいるんですよ。当時のゲームミュージックの流行りみたいなものを詰め込まれてるようなテイストなんですけど、昔はねコンピューターミュージックって無機質って言われてたんですけど、今となってはこの実機の音っていうのはすごく温かみのある音とか言われちゃうんですよね。でもあんま変わってないんですよね、実はね、根本はね。表現の幅が狭いんですけど、なんかこう魂は一緒っていうかね。特に当時触ってた人たちはこの音をやっぱりね、人間のどこかね、その過聴域を超えたところで懐かしいっていう音がやっぱり溢れてるんですよ。そういうのがノイズも含めてなんですけど、当時の音楽をチープって聞くんじゃなくて、一つの面白い曲として聴いてもらえると思うんですよね。90年代の実機で今なお作り続けられる小城サウンド、そこには過聴域を超えたノイズ感がうごめく。それが唯一無二の楽曲となり、今なお多くの支持を得ている。It's really different to Western music. It's just really nice. Almost like being back in my childhood, playing video games and playing with friends and family and whatnot. So it's nice. ああ、死んだ。ゲームの音がね、なんかすごく心に刺さるので、そのピューンとかドカーンっていう音が、もうそんな音楽でもないような音なんですけど。そういうのがですね、街を歩いていて聞こえてくると、なんかこう吸い寄せられるように言ってしまうっていうか追求し続けた音は懐かしさというぬくもりに昇華され、聴く者の心に響き続ける。いい音楽を作るのと同時に、やっぱりみんながあまり聞いたことないものとか、忘れかけられてるものとかをまた取り戻したりとか、そういうことをやっていきたいですよね。